横井正人は、地方競馬の名古屋競馬場、安倍幸雄厩舎所属の騎手である。1998年9月29日付で、地方競馬騎士免許を取得して、藤ヶ崎和夫厩舎に所属。同年10月22日第16回名古屋競馬1日目、第9競走サラ系 B3 組条件戦期待セロードで、初騎乗。同年11月3日、第17回名古屋競馬4日目第1競走荒系4歳4組条件戦をロイヤルライナーで優勝し、14戦目で初勝利。2000年9月26日第15回全日本新人王総覇戦出場。2002年地方競馬通算100勝達成。2003年3月13日第26回名古屋競馬3日目第12競走第2回アラブスプリング賞を慶運トップで優勝し、重賞初制覇。2009年1月16日、第21回名古屋競馬5日目第1競走皿3歳5組条件戦をココナッツシスターで優勝し、地方競馬通算300勝達成。2017年1月21日付で、藤ヶ崎和夫厩舎から安倍幸雄厩舎に所属変更することが発表された。地方通算成績は6624戦425勝2着531回3着626回、勝率 6.4%、連帯率 14.4%。ありがとうございます。